皆さんこんこにちは、えー、映画作家の古市康と言います、えー、今日はアトモスさんの、えー、セミナーということでちょっともう横にいきなりなんですけどとんでもないものがあるなと <laughs> 形になってるんですけども、えーっとですね、今日はですねこの僕のセットこれ僕の今年のセットと言いたいところなんですけども実はですねこれあのー ほとんど皆さん全部あのメーカーさんからお借りしたもので組み上げてますというのはねこれ前からやりたかったんですよあの今僕がかん考える、うん、と映画を撮るための,あのベストのセットはこれだっていうのをねでそれでちゃっかり自分が持ってるカメラとか何とかを自慢してやろうと思ってたんですけどそれからコロナやなんやかんやでこう時間が過ぎちゃって今やそれが最先端ではなくなったので今の。 今日は今の最先端のものを集めて、えっと、その理想の映画を撮るためのカメラセットっていうんですかこの中にはね僕のこだわりとかね工夫がねいっぱい入ってるんですよね。でそれを紐解きながらあのこれを皆さん買った方がいいですよっていうわけじゃなくて皆さんは何を気にして何にこだわってだったらこういう選択肢があるよねっていう。 ね、あの一つのヒントにしていただけたらすごく嬉しいと思いましてですから今日は僕のこだわりに徹します一般論は言いいませんんごめんなさい、えっと、僕はこれにこだわってるからこれをこうしたんだっていうことを一つ一つ話をしていきますのであの必ず同意してくれとは言わないです。まずですね あの撮影スタイルあ先にもう一回ちゃんと言っときますね今日お借りしてる機材はあのあここにある機材は、えっと、この Zoom の H8 レコーダーそれからニコンさんの Z9 それからもちろんアトモスさんの将軍7これ全て借り物で,すでニコンの Z9 に関してはこれはデモ機なのでまだ量産品とは違っていて。 もしかしたらちょっとだけ変更があるかもしれないぐらいのやつを借りてきましたでえっと H8 というこのレコーダーですねこれはすでに発売されてるんですけどそこの先についてる 3D マイクちょっとピントがきてないがまあいいやえっとこれ後でちょっとちゃんとお見せしますけどこの 3D あ来ましたねありがとうございますえっと このマイクは、えー、とみ似たような形のレコーダーをご覧になったことあると思うんですね VR1 だっけなそういった形でレコーダーは全く同じような形で、えー、と出てたと思うんですけどもそれがこの H8 のマイクソケットみたいなところにガッチャンコするやつっていうのが随分、えー、前から出る出るとは言ってるんですけどまだなかなか出なくってでも 春には出るかもよっていうぐらいの感じであります、えー、そういうふうなものを使ってなぜこういうものを引っ付けているのかみたいなことをお話をしながらちょっとこだわりをあの皆さんのこだわりと照らし合わせて、えー、参考にしていただけたらと思いますはいそれでは早速、えー、話の中に入っていきますけれども えーとまず僕の撮影スタイルっていうのを説明しておかなきゃいけないと思うんですね。あのこの今回ちょっとど真ん中にある Z9 ニコンの Z9 のカメラ後であの詳しく説明しますが非常に飛び抜けてあの進んだ一歩二歩先行ってるカメラが出ちゃいました。でえー、っと何ですかそこが何が飛び抜けてるのかっていうと。 本当にね。あの実はアナウンスされてるのは今年中にえっ、ー、と何 8k ローも本体内で取れるみたいな。アナウンスもされてるはずです。ただ、僕は実はローとか、うん、ログとかにはほとんどあの興味がないというか使ってないんですね。で、これは先に言っておきますけど。あの、最近のトレンドではないような気がします。あの まあ今日はプロフェッショナル向きということなのであまり細かく説明する必要はないと思うんですけど当然ログとかローで撮るっていうことは家,の家に持って帰ってきてからスタジオでこう色を作ったりとかいわゆる現像っていうことですよねであるとかグレーディングとかっていうこと今日もねあのこの僕の後かなあのグレーディングのお話をしてくださる先生も来てるっておっしゃってるんですけどもまあ今のトレンドはそれでしょうね。 あの間違いなくあのえっと収録をしてきていろいろな絵作りは家でやるあるいはスタジオでやるあるいはもう一つプロフェッショナルだったら撮影だけして要するにグレーダーに渡しちゃうとかそういったあのールーティーンっていうんですかねそれが多分今のトレンドだと思うんですね。 で正直言いますあ先にあの先に先にってごめんなさいちょっと話下手で僕のスタイルっていうのは現場でつまりは何て言うんですか現場で感じる空気っていうものを、えー、それに影響されながら絵作りをしたいっていう。 青臭いやつなんですけどもまあいい年して青臭いやつなんですけどもそういうスタイルのためにはっていう話をしていきたいと思うんですねそれのこだわりがこのセットの中には非常にたくさん含まれていますのでえっとそれをえご紹介していきたいと思いますただしこれははっきり言いますあのリスクを伴います例えばモニターを見るところに もももしかししかかたたら直射に個当たってるかもしれませんもんねそんな中で絵作りをするっていうなぜそこまで危険なことをしてまで現場で絵を作るのか安心のように撮ってきてちゃんと安定したいつもの部屋の光でやればいいじゃないかってもうおっしゃる通りそれはその方が安全なんですけどもなぜそれをやろうとするのかっていうのはメンタリティーなんですよ。やっぱりねまず 同じ機材と同じような仕事をしていても記録するということとそれから表現するということと2通りあると僕は思っていて今日お願いする特にこのカメラこのセットを使ってやるのは当然表現の方です。で記録するんだったらもうとにかくあの簡単で確実っていうことが第一になってきますからえーローあるいはログとかいったもので撮ってきて。 あととは暗いスタジオでちゃんと色をそれがいいんですけども僕は表現家なのでその時の表現でましてや映画でドラマを撮るとしたら役者の芝居の温度ってその場でないとわからないでさらにもう一つ言うとそれを時々チェックしますって言って撮った後モギターを覗きに来る人たちがいるまあ役者さんであったり照明さんであったりヘアメイクさんであったり。 でその時にこのドラマはこういうトーンでこういう思いで表現しようとしてるんだよっていうことを現場のみんなが共有するっていうことが僕はとっても大事なことだと思っていてあこれあのなんんととかかかなななりますすらとかそういういいい言言葉は言いたくないんですねなので現場でみんなで見られるようにあるいは自分が納得できるようにっていうスタイルに 正直慣れてます。で、あの人がいないドラマじゃないあの風景を撮るときでもやはりそれをなんていうかメンタリティは変わらないので、僕は非常にモニターというものを重視しております。さてさて、あのこれ本当にやらされているわけではないんですけども、その中で今回えっとお借りしたのはこの将軍セブンですね。実はですね、一番初めはですね、あの。

あのカメラでレコーディングはあのできると思っていたのであのモニターだけでいいまあ確かにこのセットね僕が見ても思いますよ持ちにくいしこのままガチャンと外して手持ちをすることもあるんですけども変な形してるしバランスも悪そうだしできれば軽い方がいいなと思ってレコーディングはしなくてもいいから。 忍びを貸してくださいっていう形でお願いしたんですけどもなんと、えー、Z9 には <laughs>、えー、素晴らしいカメラではあるんですけど確かにやっぱりちょっとだけ、ね、弱点というのがいくつかありましてこれはもちろんメーカーさん弱点だとは思ってないんだと思うんですけどここにメモリーを入れるスロットが2つついてるんですがこれが。 動画撮影の時には同時録でできないといととうことが分かっっちゃったんですそれは僕借はりてきて使うまで分かんなかったです持って帰ってきた見たら片方にしか入ってないしであこれどうし,どうしたもんだろうなんて思いながらでちょっと確認をしたところ今のところ、えー、動画のデュアルレック要するに同時2枚に えー、録画するということには対応していないということなんですね。でこれは大変だと正直言ってあのまずプロの方であれば今日はプロの方が見ているっていう前提ですよねだから絶対に2枚は必要でしょうバックアップは取らなきゃいけないあのホテル帰ってからでは遅いできれば2つないと嫌だ。でましてや僕らがやっているようなえっ、ー、と 映画これでやっぱり役者さん呼んでやったけど一個帰りにねあの誰かがなくしちゃったとか落としちゃったとかまあメモリーカードですから事故はあるわけですよあのそういう時にもう一個バックアップがあるかないかっていうのは非常に大きな責任と言ってもいいと思います。でその責任を果たすためにデュアルレックは絶対だと僕は思っていて。 そそうすすると今それででも僕はを使いたいたんですだからあの急遽レコーディングができる方の「将軍7」をお借りしたということです。えー、でこのちょっと話を元に戻しますけどもモニターの重要性もちろんこのニコンのカメラについてる 小さななモニターも悪くはないんですよちょっともう今埋もれて見えてませんけどねあのでもねこれはですねやはりまず皆さんフォーカスフォーカスって言います確かにそれはそうです、えっと。フォーカスを合わせるのに大きければ大きい方がいいし、えー、っと実は僕はこれとは別にあの、えっと、忍びの5インチっていうのを持ってたんですね。であの 忍者のちょっと前の忍者も持ってて5インチっていうのも使ってたんですけどこれはあのオセー抜きにあの非常に素晴らしいモニターだと僕は思ってますあの5インチでもちょっとその辺のその辺のって言ったら語弊あるかなあの7インチのものと同じぐらいちゃんと見えるなっていう感覚があるだけどもやっぱり7インチが欲しいっていうのはやっぱりさっき言ったようにその ジーンとしたいんですよ景色を見ても役者の芝居を見てもいいなって思う気持ちでそれを例えば「想像してくださいここに役者たちがこう集まって一緒に見てみんなでいいよね」って言えるそういうふうなためには僕はやっぱりね7インチっていうのは絶対欲しいんですよね。で えとちょっとこれはあの細かい数字とか機種名は聞いてないんですけどモさんんんのモギターっっててどんどん良くなってるらしいですね僕はこの前の「将軍インフェルノ」とかも使ってましたけどいやそれよりはずっといいですよということで借りてみたらほんと麗で明るいっていうのはねあの実際ぐっときましたこれに関しては。なので このモニターを例えば今あのデジタル一眼が持ってらっしゃる方特に CP プラスのお客様がほとんどだと思いますんであこの自分が持ってるスチルカメラであ今動画も撮れるんだじゃあ動画も撮ろうって思ってらっしゃる方たくさんいらっしゃると思いますでその時に、まあ、初めからこんなごちゃごちゃっとねあのするのは大変だろうとは思うんですけどまず1個目はモニターじゃないかなと僕は思ってるんですよ。でそれで 特にあのちょっと今はこの先の景色っていうのがのインプットになっちゃってごめんなさいねあのないのでどうせ映そうと思っても映れないのであれなんですけどカメラワークとかそういったことでグッとくる動きみたいなのも絶対あると思うんですね。もうううキーワーワドはグッとくるかかかないいですねだからそういうのをじーっと となんていうのかな対話をしながらこう動かしていったりとか止めたところでどれぐらいまでこうそこを見つめるかとかそういったことをせっかくだから感じていただきたいと僕は思っていてそのためにはもうズバリ言っちゃいますあのカメラについてるあのモニターでは絶対に足りないだから何か買わなきゃいけない。そこでささっっっき言ったよようにに皆さんのスタイルによって 要するに録画がで,きた方がいいのかで例えばそんなうんそうですねプライベートで景色を撮りに行くということをやるときにまあ運悪くメディア落としちゃったとかメディアどっか消しちゃったとかフォーマットしちゃったとかみたいなことで事故が起こったとしてもまあいいやまたもう一回行けばいいやみたいなことが言えるようなプロジェクトだったら。 この忍びっていうやつで十分だと思います。僕が一番重要視しているのは見ることね。それをあの7インチ最低限7インチで見ていただきたいなと思っています。で、そのために例えばいやこれはもうもう一回行くっつったらみんな怒っちゃうとかあやっぱりこの天気は一生に一度合うか合わないかなんだよねとか。 そういういふうなあのの人での撮影旅行にしても絶対失いたくないんであればまあ電子機器ですから電子メディアですからこれ壊れることはあるわけですよなので必ずバックアップを取ってください同時録音をしてくださいってホテル帰ってからバックアップ取るじゃなくて同時録音をしていただきたいそれに必要だとしたら必ずレコーディング機能がついてる将軍だから なんか聞くところによると忍者も大きなやつがどうこうみたいな噂もあるんですけどねその辺はちょっとよくわからないですけど。でこれがね重たいのであのちょっと不安だったんですけどもあの皆さんおなじみスモールリグさんからやっとこの頑丈なクランプが出たんですよ。この前にあっったねね細,細くて長いクランプでは、ね、ちょっと とこのレコーディング付きのモニターは厳しいかなっていう気がしてたんです時々持ち上げた時にグラーンと行ったりとかしてたのででもこのクランプは見ての通りしっかりこれを支えられるクランプなのでこういう風なものをもう整ってきているのでぜひこういうのを使っていただきたいでもまあ軽い方がいいですよねそれと皆さんお気づき かと思うんですが、このセットの肝なんですけどこれは、これバッテリーついてないですよね今ね。でこれはどうしたかっていうと、この V マウントバッテリーっていうものがあります。実はこのオーディオレコーダーもカメラも、そしてこの、えー、えっと将軍も全部このバッテリー1個で動かしてるんですよ。 でこれがねあの例えばちょっと余談になりますけど僕らが地方ロケ行くじゃないですかでそのホテルの部屋って夜どうなってるのかっていうことをちょっとばらしちゃうとそれぞれのバッテリーの充電器とバッテリーの大充電大会になるんですよ。で時々それを忘れちまったりする。なんてことがないように。 僕はもうここまできたら1個のバッテリーさえちゃんと十分に用意しておけばどれでも動くっていう体制をここで作っちゃったんですね。でこれがなかなかくせ者で、えっと、今ですねちょっとあのもしご存じない方いらっしゃったら、えっと、V マウントについてちょっとあの話をしましょう。ちょっと一回これを切りましょうね こういういななバッテリーなんですけどまあ大きさもねちょっといろいろなものは出てきてるしいろんな種類も出てきてるんですけどもまあ業務ビデオ用のバッテリー、まあ、照明器具にも使えるようなまあ何て言うのかなあのいろんなメーカーから出てるけどこ,このマウントの形は全部一緒っていうやつなんですけどね。でこれを一つ使ったら例えば。 ここにも d タップっていう端子とか USB から出るやつとかもちろんここにガチャンと入れたらそこから照明があの使えるような接点もあったりするんですけどね、えっと、こういったものがあのバッテリーそのものにもついてるんです。でもこここに一個台がありますよねでこれをつけることによってここを見てもらって。 たらわかるかなちょっとこれわかるかなここにはこういう AC AC DC AC だっけどっちだっけケーブルが付いてるんですねちなみにこれはえー、っとどこ入ってたここか9ボルトと12ボルトのが出ているんですけども今この将軍は こここれで動いてますこから動いいててまますすからそして、えー、<laughs> これ3つ揃えたら3つとも違ったという笑い話なんですけどこの H8 というレコーダーはで動いてますで今のところ USB だったらここから取れるんだけど、ね、あのこういうケーブルは出てないんで変換をする必要があるということなんですね。 なのでこういう台座を買うといろんなものが出ているので,で最後にカメラもこれで給電をしているっていうことはどういうことかっていうと,えっとこれはね DTAP の PD というえなんていうのかな規格で給電をする必要があります。 これ普通に d タップってあるんですけどこの d タップから USB に変換するようなケーブルを売ってますが残念ながらこれケーブルだけでではダメなんですよこれを PD というもう少しんですか電力量が多いものにしないと動きませんよっていう、まあ、これは僕が今,使って今現在使っている S11 もそうですしこのニコンの もそうです他のカメラはちょっとはっきりしないんですけどそういうのは増えてきてますでその時に、えー、と日本のこの、えー、V マウントバッテリーを作ってる一番有名なメーカーさん、えー、IDX かから PD 付き PD アウト付きっていうのも発売はされたんですけども その他にこれどううやってそうかしらこここういう見えあ見えてるなこういうアダプターをこれね普通にアマゾンで買ったんですけどもこれは普通の PD 端子から P ああごめんなさい普通の d タップ端子から d タップ p d にする変換のあの アクセサリーなんですねでここから USB でこのカメラの USB に入ってるでこれで実際ね僕はテストしてきて3つのこの機械がなあの1時間回り1時間以上回りましたからねえっと非常にねあのだいたいバッテリーってカメラのバッテリーとか高いじゃないですか。で ここにねソニーさんのあのバッテリーも安くはないと思いますしでこれはそうでなくなかったらもう乾電池なんですねコンビニ走らなきゃいけないしまあその管理がもう大変でもこれ1個あるうちは全部動くっていうふうに考えるととってもこの V マウントでまあ見ての通り大げさにはなっちゃいますけども V マウントでえっと 動かすこういうふうなシステムを組むんだったらっていうことですけどねこれは一つのアイデアとして是非やってみていただきたいしでこの,あのもし何て言うんですかこの台がなかったらこれもスモールリグさんのやつだったと思うんですけどねこの V マウント用の台がなかったらどうなのかっていうと。 まずこれ今カロッと外して例えばバッテリー交換しようとした時にポ,ポンとこれ外しましたけどここに全部ケーブルがつながってたら全全部部抜いてててまた持ってきて全部刺さなきゃいいけけななわけですよなのでこれをもうあの例えばその PD がついてるやつはまだ出てないからもうすぐ出ると思いますけどねこんな変換器なんかいらなくなるような気は僕はしてるんですけどそういったものをよく見てえっと もうできるだけ動かさないためにそしてこうバッテリー交換が簡単にできるようなものを目を光らせておいて今後出たものであの対応すればいいんではないかと僕は思っていますなので今ちょっとケーブルがねそうですよねまず電源で3種類いってますよねごっちゃごちゃになってますよねまあこれはねしょうがない。<laughs> <laughs> でもこれであの、まあ、もうちょっときれいにまとめろよっていう声は出てきそうな感じはしますけどもまあそれはおいおい考えますまだね、うん、僕もちょっと試行錯誤をしながらっていうんですかそういうふうな形でやっているもんですから、うん、まあこれで決まったって思ったらケーブルをなんとかしようかなと思っています。 はいお待ちかね z ラインの話をずっとしていきましょう何が優れてるかっていうとうん、えっと、もちろんさっき言いましたように今年中に 8K ローとかできちゃうで、えーえっと、8K の 30p だったらもう何時間でも回るよみたいな非常にあの優れたところもあります。 でローとかそういったものっていうのは初めに申し上げたように僕はあんまり興味がないじゃあ何,何でこれがそんなに気に入ってるかっていうとまず一つは、えー、ハイフレームレーームトなんですね僕はねスローモーションがとっても好きですから、えー、これちょっと比較になりますけど僕が使ってる S1H っていうののリミットがどの辺にあるかっていうと 4K の60コマ 60P で撮ろうとすると。 センサーがせっかくフルサイズがついているのにスーパー35の大きさにまでなってしまうまあそれはレンズでなんとかすりゃいい話なんですけどまあそれがそのカメラの限界だっていうのがなんとこの Z9 は例えばえ 120p4K の,の 120p をど,どれだけでも撮れるよってそういうふうにボンボンと <laughs> あの ステップほど先行っっちゃったんですよ実はですねあのえー、っとデジタル一眼で一番初めに24コマで,ですけどもハイビジョン HD の動画を撮れるようになったのはニコンなんですよ。ニコンの D90 っていうのがあの有名な 5DM2 よりも先に出たんですね僕も飛びついてそれは買いました。でだけど まあその先あまり聞かなくなったなっていうのは皆さんも一緒だと思います。やっぱりあのソニーさんパナソニックさんその辺りの動画に対する、ねあのまあ、スキルといいますか技術といいますかって素晴らしかったんですけどこのね Z9 でね急にね何が起こったんだろうっていうぐらい進歩しちゃったんですよ。で 僕はそのロ a とかそういった今年中にできる8 k ロ a w とかそれはもう見れば見るほど皆さんびっくりされる方多いと思うんですけども僕はそれよりもねハイスピードがコンスタントに取れるフルサイズでコンスタントに取れるっていうのでもうググっと来てますさらにもう一つはあのねロ a っていうのはつまりはセンサーからの映像をそのまま記録してくるっていうことですよねで。 そのそうじゃないものっていうのは何かっていうと要するにエンジンと僕らは呼んでてまあメーカーによってはその通りまた別の呼び方をしてるのもあると思うんですけれどもコントローーールすすするパラメータがすごく多いんですよねセンサーが捉えたやつをいろいろコントロールして例えばサイドを上げる下げるそれからディテールをシャープネスを上げる下げる。 っていう風なことをいろいろコントロールできるパラメーターっていうものがあります。でそ、それのセンスっていうかな。これで絵作りをするっていうのは現場で作りっていうことはローはできないんですよ。そういう意味では。もう取っていくものはセンサーが感じてるものを全部持って帰るわけですから。そこで絵作りしてもまあ意味ないんですね。で、僕はさっき言ったみたい、一番初めに言ったみたいに。 現現場で表現で表すからあるものを本当に例えば商品写真みたいに白いものをちゃんと白く撮れよとか青いものはちゃんと青く撮れよとかっていう世界じゃないこれは僕はこういう思いがあるからごめんなさいちょっとマイク叩いちゃいましたけどあのもっと青く撮ろうとかねそんなんで僕はホワイトバランスまでグリグリ触っちゃうような人間なんでとにかく。 表現をする絵作りをするっていう楽しさを現場でで味わいたいたんですねでそのパラメーターがねびっくりするぐらいあるしその前になんていうんですかねあのポンとスイッチをつけてでいくつかもう出来合いの,あの出来合いの、えっと、パラメーター群があるんですけどそれをねいくつかの見たら。 あこれいいよだこのままでいいんじゃないのって言えるようなものもあったりするんですねそこはやっぱりーがもうその選ぶだけでまずあってそれで中でも気に入ったのがディテールディテールっていうのはシャープネスっていうものなんですけどそれが普通はあるかないかぐらいしか調整できないんですけど。 これ3つぐらいあるんでですよそののディテールの調整がでね今日はちょっと時間がないので一つ一つこれを変えたらこうなりますみたいなのはちょっと言えないんですけどなんかね YouTube にねいろんなサンプルが出てるみたいですからそれをぜひ見ていただきたいんですけどそういった意味でねなんかグッとくるカメラなんですねでさっき言ったみたいに僕ね「ろう」とかそういうので撮るっていうことは。 カメラってセンサーただのセンサーじゃんみたいな感じに思えちゃうんですねでもまあ CP プラスのお客さんなら分かっていただけると思います僕らにとってカメラってあのそんなただの機械じゃないんですよねやっぱりこう触って触ってで自分のものにしたい機械なんですよだからそれをですね、えー、十分に叶えてくれるそしてなんかこう センスがしっっくくりくるっていうのを、ね、あのそれがとっても大事なことで僕はあのニコンに戻りたいなって、えー、いうふうに今考えているところですけどね2年前にねパナソニックの S1H 買っちゃったんでどうしようかなと思ってでもえー、いいやもう買い替えようと思ったらうん、なんか9か月待ちらしいんで今年いっぱいあのかかるかもしれません。 えっとですねちょっとここらであの <laughs> いろいろわーっとしゃべったのであの一式今言ったのがこの Z9 というこのカメラですねニコンの Z9 です9ヶ月待ちらしいです僕も早く欲しいんだけど9ヶ月待ちらしいですそしてその上に乗っかっているえここより上ですねこれがあのズームの。 H8 という、あのー、最高8チャンネル取れるレコーダーです。そしてこれはもうすでに発売されているんですけども、この先についているこの妙なこのマイクがこれねよく見るとマイクが4つついているんですけど360度の音を拾って帰ってくるカメラあのー、マイクなんですね。これがこの H8 というレコーダーに。 つくようになるやつがこの春、えー、っと発売されます。多分ごめんなさいこれちょっとうろ覚えなんだけど VRH8 だったような気がします。ごめんなさいちょっと調べておいてくださいそれは。はいそして先ほど紹介しました今モニターレコーダーとして将軍セブンそして。 モニターだけだったらこっちで十分なんじゃないかの「忍び7」これってパネルは一緒なんですかねあまた違うんだどっちがいいのかちょっと調べてくださいえまあいずれにしてもねあのあ改めてそんなの買う必要あるのっていう人は結構いるんですよだってきれいにカメラのモニターでも見えますからねこれね 必要です。必需品です。だから、どちらかは必ず手に入れていただきたいと思っています。まだ、もうちょっと話していいかな、ちょっと頑張頑張りますね。で、今日ぜひお話ししたいのは、このレコーダーのことなんですよね。なぜこんなものつけてんだと、これだけで結構かさばるんですけどね。あの、これをね、ぜひ、あの。 このマイクで撮るとどういうファイルになるかっていうとアンビソニックという VR の,メーーあのゲームとかを作ってる人ではもう誰でも知ってるようなアンビソニックというフォーマットの音声データをこの H8 で収録できるようになりました。で今ここ空いてますけどね他にバランス入力があるからここで例えば今僕がつけてるピンマイクの。 やつとかをラベリアマイクの音とか、それからガンマイクですよね。あのえっと映画ではよく使うガンマイクとかをこういうところに突っ込んでやるんですけど、ここにね、僕これからの映画の伸びしろがあると思ってるんですよ。あのガンマイクとかこういったものは当然モノラルです。で、環境音っていうのがあるじゃないですか。 でこれはその何て言うんですかねよくあのこの見ていただいている方には風景写真をたくさん撮ってらっしゃる方もいらっしゃると思うそこにその時に動画を撮っていらっしゃる方もいると思うんですけどせっかくそれを撮るんだったら音も撮ってきましょうよっていうことなんですよ。でそれををの音とってかいうことをちょっとお話ししたいんですよね。で モノラルで人の声だけっていうのはいい意味ではすごく言葉がはっきりするっていうことです。それをステレオで広げちゃうよりもね、で VR とか5.1サラウンドとかにするよりはモノラルでどんと真ん中にあった方がすごくわかりやすいです。だから役者さんの声なんかは多少右左にこう映っていても大体真ん中にしちゃいます。映画館のどこに座ってても。 みんんなが分かりやすいよううにに真ん中にしちゃうだけどそれを撮るのっていうのはすごく大変なことなんですよね現場でね。だからそれに精いっぱいになって環境音とか例えば今僕が喋ってるこの部屋の独特の響きとかこういったものはね撮,り撮らないで後で SE でなんとかしようとかっていう人が非常に多いんですけどで今までほとんどそうです。アメリカのの映画の、ね、ほとんど SE はもう アフレコでっていうふうに決まってるらしいんですけどもまあそれをね。僕はね。現場でやっぱり取ってきたいなと思っているんですよね。しかも現場で喋ってる役者と同期をさせたいなので、一つのレコーダーで36。0度のアンビソニックとそれからマイクガンマイクだったり、ラベリアマイクのモノラルの音とこれをマルチでレコーディングをするっていうこと。 これをを持っっってきててて帰きどううするかっていうのちょっと今度はパソコンの方を見ていただきたいんですえっとアンビソニックというのは普通ではねあのー、再生しても普通のステレオサウンドにしかならないんですねちょっとまずこれを聞いていただきましょうこれはねアンビソニックあ先にこのソフトウェアを見てもらいましょうこれはズームさんがね無料配布してるい アンビソニックデコーダーダですアンビソニックをさて何に変えますかっていうと普通のステレオファイルそれからバイノーラルって皆さん見たことあるかもしれないですけど人の頭のの頭形をしたマイクっていうのがあるんですよねだからそういうふうにヘッドフォン用のステレオの 3D 音場っていうんですかそれをバイノーラルって言うんですけどそれから映画館でおなじみの5.1サラウンドっていうやつですね。 「カスタム LR」っていうのは、まあ、あの自分でいろいろできるよっていうやつなんですけど実は僕は5.1サラウンドってあんまり好きじゃないんですよ。これはまた個人的な意見なのでねあの皆さんそれぞれあっていいと思うんですけど例えば映画館に皆さんが座っている当然スクリーンは前にあるひょっとしたらちょっと遠くの前にあるそ,のそこで起こっていることの音がこの辺から聞こえてきたら 僕は気持ち悪いんですよ。だから前にあるものは前にある。で、だからツーチャンネルステレオっていうのはスピーカーは前にしかないわけですから。で、特に僕の映画なんかの視聴者は9割以上は映画館よりもパソコンだったり家のテレビだったりとかで見てるわけですよ。まあ皆さんが撮ってきたものもほぼほぼそうでしょう。家で5.1サラウンドシステムを整えていらっしゃる方。 はいいんですけどもで映画館でしか見ないっていう人もそれはそれでいいんですけどもまあ2チャンネルでどういう風な音を作るかっていうことにこだわって見てるんですね今ねでもちろんこれ5.1バイノーラルじゃないやあのアンビソニックで撮っておけばこうやって5.1にも変換できます5.1サラウンドちょっとパソコンの画面に、はい、5.1サラウンドに 変換をしてエクスポートをするっていうこともできます。で、僕はツーチャンネルにしたいのでバイノーラルで、えー、やることにしています。ちょっと再生しましょうん。出てますかね。はい。で、ごめんなさいね。僕今ちょっとモニターできてないので、でもう直感的に見てこの球であのー、まずバーティカルですね。あのー 縦、どういうふうに。えっ、ー、と、しますかとか。あれ、これ動かない。おかしいぞ。これがね。動かずなんだけど。よ。あ、こうですね。直感的にわかると思います。縦をどうして。横をどうしてっていうの、これはちょっと今。ぐっちゃぐちゃに動かしましたけれども。これによって。 まあちょっとね、今、皆さん急にこれを聞かせたところで正確には分からないと思いますが、はい、そしてローリングをどうするかっていうね、まあ、この3次元で要するに定位を決められるんですあのさっき言いましたよねセリフはど真ん中にズボンとあるべきだっていうそれが一番親切だっていうのもあるけど環境音がもっと広がってほしいよね。でこの 普通のステレオマイクと違って、えっと、アンビソニックをバイノーラルに変えて聴いてもらうってことはどういうことかって言ったらちょっとざっくりした言い方になりますけど2つのスピーカーがこことここにあったら大体この間にこう定位っていうのは決まるんですねでもこの方法を使えばあのスピーカーより外にある要するに全体になんか包まれてる感じがするっていう 音像が音情が作ること音情を作ることができるわけですねで、これって映画にとってすごく楽しいことだなと思うんですよなんか前にあるドアの開け閉めが後ろから聞こえるとかそういうことじゃなくってなんとなく環境に包まれていてそしてえっとなんていうのかな役者さんの声は真ん中ではっきり聞こえるというのを 両方マルチで撮ってきてきなので打ち返ってからこれは <laughs> 打ち返ってきてからなんですけどミックスをちゃんとするっていうことですね。でえー、っとですねここに今タイムラインに並んでるこれが一番上にあるのがカメラのステレオマイクの音あごめんなさい。これからラインアウトで カメラに送ってる音ですねもうラフミックスと考えてくださいでこの2番目にあるのがアンビソニックからバイノーラルに変えた音ちょっとこれどんな音がするのか聞いてみましょう <laughs> これねあのすいません、えっと、本当なら予定ならあのもうちょっと綺麗な人が出てくる予定だったんですけどもちょっとその人が。 えー、コロナになっちゃったので僕がなんか喋りながら歩いてきてますけど聞こえるはずないですよね海でねこの喋っててもねでこれがあの多分今ステレオで聴いてらっしゃる方そんな多くはないと思うんですけども非常に広がってると思うんですでこの辺になったら少し声が聞こえるかなこの遠近感っていう意味ではこれは持ってるものですね当然カメラの声 このマイクが捉えてるわけですからカメラの位置で捉えてるわけですからでそれに対して今度はこっちはどうでしょうかっていう話ですよね。当然 あのピンマイクをつけてるわけですからラベリアマイクをつけてるわけですからずっと同じ距離感で僕の声が聞こえているはずですでもまあこれにでも入,る入ってるかもしれないその波の音っていうのは当然モノラルですからちょっともったいないですよねせっかくこんなところに来てるのにでそれを最後に。 うちに帰ってからミックスしようって話ですよ。よそのセミナーのためにもそうすると臨場感のある広がりのあるえっといい場所を見つけたでもね実はとっても有名なところだったらさこ環境音と、えー、なかなかひっきりなしに人が訪れるんです、えー、声そのあのというのが。 1> 僕一人で知ってきましたが、その環境の広がりが、えー、例えば映画館で聞いたときどうなの、<で>ヘッドホンで聞いたときどうなの、iPhone で聞いたときどうなの,うなのっていうのは、僕もまだまだ研究中ではあります。だけど、こういうふうに、一発で全部を、そこにある全部を収録してくるんだっていう気持ちが。 まあ役者の声か、うん、後からの楽しみにつながるということなんですね。広がりるさて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 もう,あのもう言いたいことはもういっぱいあるんですよまだまだこの中には僕のこだわりがいっぱい詰まってる例えばここに並んでますよねクラシックレンズこれが1950年代のフランスのアンジェニューこれは70年代かなそういったものをどうやってこの Z9 というハイテク機器につなげていくのかその理由は何なのかっていうことをね またちょっと今度時間があったらゆっくりお話をしたいと思うのですが今日はそろそろこれ時間ですよね。まだ大丈夫よよししじゃあ話をしよう <laughs> えっとですねさっき言ったみたいに 4K これ 8K でも撮れちゃうカメラなんですね。でそれに対してまあこれ1950年代のレンズ今これついてるのが 24mm の、ね、やはりアンジェングというフランスのレンズなんですけども。 皆さん、ね、あのデジタル一眼で、えっと、動画が撮れるようになったっていって一体何が良くなったんでしょうっていうことをもう一回ちょっと考えてほしいんですよ。もちろんねあのフィルムよりも扱いやすくなったとかこんな小さくて何よりも買える値段で自分たちが買える値段で映画館のクオリティの映像ができるようになった。それから被写界深度が浅いので なんかその今まで写真でやってた表現が動画に使えるようになったっていうのもありますこういういろんなものもありますけどあのね割とね2つ忘れてるらっしゃる方がいて一つはまずレンズが交換できるんだよっていうことなんですね当たり前ですよね一眼レフなんですからだけど それまでのビデオカメラっていうのはこれもうごめんなさい10年ぐらい前の話ですけどそれまでのビデオカメラっていうのはもうそのカメラについてるレンズが全てだったんですね。でデジタル一眼で一番初めに言いましたねニコンの D90 っていうのは24コマの動画が撮れるようになったって言った瞬間それまで100年以上の歴史のあるスチルカメラのレンズが全部動画に使えるようになった。このの表現力の 広がり方これはもう革命に近いと思うんですけどこれを使わずに例えばキャノンのカメラ買ったからキャノンのレンズしか使ったことがないとかっていう人はももっったたいないいいななこれは非常にもったいないです今はこのどんなこれは例えば昔もう今やないエギザクターっていうカメラのために作られたレンズなんですけどもまあ見てくださいもうとにかくね どんなレンズだってアダプターを介すれば付くですよで日本で有名なのは焦点工房さんというところがもうまあ全部出してるこれはエキザクターからこのニコン Z まあ最近出たマウントですけどねここをつなぐものなんですけど実は僕こう2段構えにしてるんですねこれよく見たらわかると思うんですけど なぜかっていうとですねこれ僕は2年ぐらい前にパナソニックの,あのカメラに買い替えたってそれまではあのソニーだったので E マウントに全部変換しておいたんですよレンズをね。ところがこれをパナソニックに変えるのに L マウントというやつに全部変えなきゃいけないあ全部またアダプターを変え直して全部変えたんですよ。 なので今回ニコンにしないって言われていやもう勘弁してくれともう,もうたくさんだよって思った時にその笑点工房の方がいやもう今後もそういうことあるかもしれないから真ん中で1個区切りましょうと。でこれはどういうことかっていうとで「すライカ M マウント」ででから「ニコン Z マウント」に変えています。これによって何が いいかっていうともうその数あるレンズのマウントアダプター全部買い替える必要がない今度カメラまた今度じゃあキャノンにしましょうっていうことになったらここに1個キャノンの本体の方にそれをつければ全部ライカ M に変えればもう他のやつは変える必要がないなので今回はあのこのニコン Z マウントっていうやつとライカ M っていうものに変換してでそれ、まあ、これが最後の投資だと思っていろんなエキザクターであるとかこれはライカ L からライカ M へみたいなそういうふうな変換を買ってでここでねわかるかなこっち向きだったらわかるのかこの商点工房さんが出してるこのライ、えー ライカ M へ変換するこのカメラ側についてるやつはこのヘリコイドっていうのがついててこれだけでマクロ撮影ができちゃうんですよスペーサーの代わりしちゃうんですよねでクラシックレンズのトーンっていうのは僕非常に好きなんですけども唯一弱点は近接近くに寄れないっていうレンズが非常に多いんですねだからあの今までは寄れなかったんですけど このマウントアダプターをかますことでこれがね,寄れるんですよねこれははももう本当に僕はとても嬉しいですねあのトーンがあのクラシックレンズ特有の柔らかい甘いトーンでありながらものすごいドアップが取れるとかでさっき言いましたよね Z9 にはディテールを本当に細かく調節するあのパラメーターがついている。 まあ柔らかい絵がたくさん撮れたりするんですよねそれでねなので僕はとっても気に入ってます例えばですねちょっとパソコンの方を見ていただきたいんですがいやこれエフェクトかけてるわけじゃないんですよねレンズの柔らかさとで 正直これはちょっとカメラの設定柔らかくしすぎたかなーって思ってるんですけどなんか映画じゃないですかこういう絵画的なねこういうトーンこれはい、まあ、わばハイファイな絵じゃないわけですこ,れこういうのはねだけども表現というのはこういうことだと思っててこの時に吹いてた風がこんな感じだったから風 関係ねえよってみんな言われるかもしれないけどそれに吹かれて撮ってるんですよそしたらこうなっちゃったんですよっていうことなんですねそれがやっぱり表現の面白さだと思うしむしろ今あの新しいレンズっていうのは隅から隅まで綺麗に撮れるようにできてますそう作ろうとしてそれはもう全く正しいレンズメーカーとしては全く正しいんですけどでも。 それが美の全てかっつったらそういうわけではないじゃないですか人によっては違うわけですよね例えば、えー、っとこの絵は周辺光暗いですよね落ちてますよねこれはもう今のレンズとしてはアウトな性能なんですで今,今ついてるこのアンジェンギーの 24mm で撮った絵なんですけどもこれはもう完全にアウトなんですけど 立体的じゃないですか周辺光がちょっと暗い方が真ん中が強調されてませんかっていう僕の目はそんな隅から隅までは見てないっすよここを中心にものを見てるんですっていう意味でこれは例えばあの被写界深度を浅くしてぼかすすのととじ意味があると思うんですよねキャンバス自体がこういうふうな立体感を持ってるっていうのは僕はすごい好きなんですよ。 だからそれをどういうふうに利用するか、そういうふうなことを含めてデジタル一眼での作図、そこにレンズという要素は絶対欠かせないと僕は思っているんですね。で、それをもっと皆さんに楽しんでほしいし、その一つのアイデアとしてはあのこういう二段構えのあのアダプター、ーこれはねえっと商店コンさんで相談なさってください。こういうレンズを親父が持っててまだ持ってるんだけど。 俺の今のこのカメラにつけるのはどうしたらいいだろうとかっていうのねまあつけてみてください色があのなんていうのかな個性が違うっていうの絶対ありますから特に昔のレンズっていうのはねそういう楽しみ方もしていただきたいしそしてその最後のそれがどういう絵なのかっていうのをちゃんとしたモニターで見てくださいっていうことですそこでグッときてからプレイボ、レックボタンを押す っていうことが僕はとっても大事なことだと思ってるんですね。そういう意味で、えー、今日はちょっともう1時間しゃべりまくりましたけども本当はまだまだしゃべりたいけど今日はこれぐらいにしておきましょうそして、えー、27日最終日ですねあのー、まあちょっと繰り返しになるところもあると思います。今度は一般のの方方アアマチュアの方に向けてもう少し優し優い ティップスまあ今日も Tips たくさんありましたから同じようなことを話す重なってる部分もあると思いますが15時からは、えー、27日15時からもう一回こちらで、えー、思いっきりしゃべりたいと思いますそれまでに今日のやつで、えー、これはどうなってるんだあれはどうなってるんだっていう質問があったらツイッターの方にアトムつさんのツイッターの方に寄せておいてくださいまたその時、えー、お答えしながらえー 新しい話も織り交ぜていきたいと思います喋りまくりました疲れましたけどごめんなさい、えー、それではここをヒントに皆さんのシステムとか皆さんの美意識をどう活かすかということを、えー、一度ゆっくり考えてみてくださいでは今日はこれでお別れです、えー、古市康史でしたありがとうございました